アルルは南フランスのプロバンス地方にあるコミューン。同国内最大面積を持つ。住民の故障はアルレジャンと呼ばれ、フィンセント・ファン・ゴフホの絵画などの題名に用いられている。アルルの女はこの女性単数形である。アルルはローヌ川の分岐点に位置し、カマルグの大部分を含む。フランスの市町村では最大の面積を持ち、テリトワールイコールドベルホール県などよりも広い。 アルルは地中海性気候で暑く乾燥した長い夏、穏やかな冬という対照的な季節があり、日照時間は長いが降水量が安定しない。アルルは紀元前6世紀頃ギリシア人によってシーリンの名前で創設された。紀元前535年にケルト人のサラバイによって占領された。彼は町の名前をアレラーテの近くの意味に変更した。 ローマ人は紀元前123年に町を占領した。地中海につながる運河を紀元前104年に建設し、町を拡張して重要な都市とした。しかし同じく海岸沿いのマッサリアの影に隠れてもがくことになった。チャンスはやってきた。カエサルがポンペウスと対峙した時、アルルはカエサルの側につき、軍隊を派遣した。一方、 マッサリアはポンペイウスを支援していた。カエサルの勝利が決定的になるとマッサリアはその所有物を取り上げられ、法相としてアルルに引き継がれた。町はアルルに拠点のあったローマ軍の第6軍団フェルダタの退役軍人のための植民地として正式に設立した。植民地としての正式な肩書きはコロニアユリアパーテルナ・アレラテンシス・セクタンノールムで、 英語にすると、ザ・アンセストラル・ジュリアン・コロニー・オブ・アルル・オブ・ザ・ソルジャーズ・オブ・ザ・シックス,ス第六軍団の先祖伝来のアルルのユリウス植民地であった。アレラーテは、ローマ帝国の属州であったガリアナルボネンシスの非常に重要な都市であった。99エーカーほどの土地を有し、円形闘技場、外戦門、キルクス、劇場、円刊上の主壁など、 豊富で幅広い記念物を所有していた。現在のアルルの町よりも海に近く、主要港としても機能した。ローヌ川の最も南側に架かる橋もあった。このローマ橋は固定されているわけではなく、平底線形の橋として使用されていた。両端には、塔と羽橋がついていた。ボートは、怒りが下ろされ、ちょうど少し上流に建てられた二つの塔につながれる、形で、 安全が保たれていた。この一般的でない設計は頻繁に起こる激しい川の洪水に対処するためであった。現在は同じ場所により近代的な橋が架けられ、ローマ橋は全く残っていない。4から5世紀の間、軍事遠征の際のローマ皇帝のための本部として頻繁に使用され、町の影響力はピークを迎えた。395年。 西ローマ帝国の西部を統治するガリアのプライトリアニの本拠地となった。町は皇帝コンスタンティノス一世のお気に入りとなり、彼はここにローマ浴場を建設した。現在もその大部分は残っている。彼の息子のコンスタンティノス二世はこの町で生まれた。コンスタンティノス三世はここで西ローマ帝国の西部の皇帝になることを宣言し、408年に ここをと,とした。帝国末期には町は文化的と宗教的な中心地となった。会議論の哲学者であるハオリヌスはここで生まれた。町はローマカトリック教会にとっても鍵となる位置にあり、ガリアのキリスト教家の重要な基地となった。町の主教職は一連の優れた聖職者たちによって支えられた。225年頃のトロフィムスに始まり、 アルルの聖ホノラトゥス、5世紀前半のアルルの聖ヒラリウスと引き継がれた。アルルは8世紀にこの地域を支配したイスラム教徒のサラセン人やフランク人の侵入によって大きく影響を受けた。855年フランク人のとアルル王国が作られた。この王国はブルグント王国やプロバンスの一部も含んでいたが、頻繁にサラセン人やバイキングの侵略者のテロ攻撃を受けた。 888年オーセル博のロドルフが上、ブルグント王国を設立した。この王国は、スイス西部も含んでいた。933年アルル博遊具は王国を、ブルグント王ロドルフ二世に与えた。ロドルフ二世は二つの王国を、新設したアルル王国に併合した。1032年ロドルフ三世が亡くなり、王国は新生ローマ皇帝コンラート二世に継承された。 アルルは、ローヌ地方の主要な港として、経済的に長い間影響力を残した。19世紀の鉄道の開通が、最終的に水分による貿易を壊滅させてしまい、町を、ある種の壁地にしてしまった。しかしこのことで、ガカフィンセントファンゴッホにとってこの町が、魅力的な目的地となった。彼は1888年2月21日に、町に到着した。 彼はその景観に魅了され、アルル時代に300以上の絵画や描画を制作した。夜のカフェ、ファンゴッホの寝室、ロール川の星月夜、アルルの女を含む彼の有名な絵画の多くは、この地で完成した。ポール・コーギャンは、アルルにいたゴッホを訪ねたが、ゴッホの精神状態が悪化しており、憂慮すべきほどに異様であり、1888年12月には、 悪名の高い耳の切り落とし事件を起こすに至った。ゴッホと関係のあったアルルの人たちは翌年2月にゴッホを遊兵することを要求した陳情を人々に広めた。1889年5月、彼は気を利かせアルルを離れてサンデミド・プロバンス近郊の精神病院に入院した。また、ゴッホの絵画作品と同盟でジョルジュ・ビゼーが作曲した激随音楽。 アルルの女も有名である。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降 INSEE、アルルのローマ遺跡とロマネスク様式建造物群、として、市内に残る以下の古代から中世にかけての建造物が、1981年に世界遺産に登録された。 h t t p c a <SS> <es> s s i n i e h e s s f r c a s s i n i f r h t m l p h i p h p s e l e c t リザルトとイコール 1256http コロンスラッシュスラッシュ w w w s t a t i s t i q u e s l o c a l e s i n s e e f r ハット h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w i n s e e f r ミシュラングリーンガイドプロヴァンスミシュラン社1991年6月1日ありがとうございます